安田城は、新潟県柏崎市にあった、日本の城。追記念は不明だが、歴代の城主である安田氏が、北条の北条家から、文家独立し、浮川省安田城に移っていることから、安田氏初代当主の安田賢也さんが築城したと思われるが、賢也さんの父の同行が、安田城の自刀職を、賢也さんに譲した記録もあるため、賢也さん以前に城ないし、 やかたがあった可能性もある。室町期、越後は守護である上杉氏と守護代の長尾氏の争いを、はじめとし、数多くの内乱が起きているが、上条の乱のごく一部の時期を除いてはこの城は常に、長尾屋側に組みしており、天文23年の北条高博の無本をいち早く、長尾影虎に伝えたのはこの城の城主、安田影元である。ただし、 影本は安田氏の本家に近い所流からの入り継ぐであったと見られ、栄昇12年に長尾ため影から安田氏の後継者として安堵を受けているものの、安田自体は本家筋の女性が継承した。経図では実際の古文書と異なり、安田公春が継いだように記されているが、公春は北条や安田家の所流から上杉氏の奉行人に抜擢された人物と見られ、 前述の本家筋の女性の婿として、名代を務めていた可能性がある。長尾亀影の尽力で、影本が安田城に入城したのは、天文2年の上城勢との戦いの後である。慶長3年の上杉氏の合図への違法時に廃城となる。現在は、主角部分がほぼ原型の地形のまま児童公園となっており、他に、掘り切りや土塁が残る。丸島和弘。 上杉氏における国衆の不代カー法上、モー安田氏を素材に、戦国史研究改編、戦国時代の大名と国衆支配、従属、自立のメカニズム y ISBN 978から4から 864033084P153 から160。ありがとうございます。